特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。若者に見てほしい、スケバンデカの面白さ。どうもゆうちゃまです。スケバンデカシリーズの動画がね、僕のチャンネルの動画がいろいろちょこちょこ伸びておりまして、いろんな人に見ていただいてるんですよ。本当にありがとうございます。というわけで、今回はね、まあ、スケバンデカブームが来てるのかわかんないですけど、久しぶりに語ってみようかなと思います。スケバンデカはね、こう、なんか制作が東映さんということもありまして、仮面ライダーとかスーパー戦隊に制作されてたあの東映さん、特撮っぽい要素が結構詰まってるんですよ。敵がいて毎週敵をやっつけるっていう、まあお約束の展開、敵と戦ってる時は挿入歌が流れ番組は大いに盛り上がる、一緒に戦ってくれる仲間たちがいて絆が深まる。もうね、スケバンデカシリーズはもっと続いてほしかったぐらい、そんな特撮の良さがしっかり詰まってるんですよね。初代の斉藤由貴さんの、まあ、孤独な戦士として戦うのも良かったです。ちょっと口調が荒く正義感の強いあの男前な斉藤由貴さんがかっこいい。斉藤由貴さん版がね、良かったところはあるんですけど、まあ僕の中では南野陽子さん版が一番好きです。まあ第2シーズンというか、なんて言えばいいんですかね、2作目、南野陽子さん版が一番好きかな。バランスが良かったんですよね。こう女の子が共に力を合わせて戦うバトルものって感じで、すごくそういうの良くないですか。そういうジャンルって実写だとね結構減ってると思うので、アニメとかが多い印象なんで、まあ、スケバンデカのようなシリーズものって本当に貴重。1話24分とかなんで、どのシリーズも結構見やすいんですよね。一つのアニメを見るような感覚で、まあ、そういう感じで日課でスケバンデカシリーズを見てましたね。そしてスケバンデカは楽曲がいい。みんなスケバンデカはね歌歌ってくれますからね。もうその中でも南野陽子さんが僕は一番好きで、楽園のドア、映画の楽曲、すべてを包んでくれるようなあの楽曲が本当良かったです。ゆうちゃまでした。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。